立憲民主党代表、枝野幸男君。総理、お疲れ様でございます。今年は1月20日に東京で緊急事態宣言が発令され、3月21日まで約2ヶ月半続きました。わずか3週間でまん延防止等重点措置となり、さらに2週間で3度目の緊急事態を出さざるを得なくなってしまいました。6月20日まで数えると約2ヶ月です。今年に入って、法令に基づく自粛などの要請が出されていなかったのは、わずか3週間21日間。やはり3月に解除が早すぎたのではないかと、私は思わざるを得ません。もし次、4度目のリバウンド、5度目の第5波ということになればですね、本当に事業者の皆さん中心に耐えられない方がますます出てきてしまうと思います。私はリバウンドを防ぐためには、十分なセットが、保証がセットでなければなりませんけれども、東京で1日あたりの新規感染者が50人程度になるまでは、苦しくても我慢しなければならないと。リバウンドをして、また1ヶ月ほどで緊急事態などということを考えれば、それが適切な判断ではないかというふうに思います。総理、第5波は絶対に防がなければなりません。ぜひ同じ失敗を繰り返さないために、3月の解除が早すぎたということの反省を明確にした上で、同じ間違いをしないために、私たちのような厳しい基準を明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。菅義偉内閣総理大臣。政府として、この緊急事態宣言やまん延防止等、この措置を講じについて、専門家の先生方の委員会にかけて決定をするわけであります。そうした中で、結果としては、今、枝野代表が言われたとおりになっているわけですけれども、この新型コロナというのは、世界どこでも、ロックダウンをやった国でも、簡単に収まってないことも事実じゃないでしょうか。せっかくの機会でありますから、私自身のこの新型コロナに対しての考え方を明快に述べさせていただきたいと思います。国民の皆さんが一番心配しているのは、やはり病床の逼迫状況、そこに陥ることだろうというふうに思っています。今申し上げましたけど、世界のさまざまな国でロックダウンを行ってきました、新型コロナ対策。まさに外出を禁止する、そういう厳しい措置が行ってきた国々でも、結果として収束させることはできなかったんです。そしてワクチンを接種することによって、今、大きな成果を上げていることが事実であります。ですから、政府としては、なんといっても、ワクチンの接種に全力を挙げて取り組んでいきたい、こういうふうに思っております。日本は国内治験ということで、世界から見れば3ヶ月遅れています。これは野党の皆さんからも強い要望がありました。そういう中で国内治験をやったということを、中で3ヶ月遅れているわけですけれども、しかし、国民の皆さんの接種に必要なワクチンはすでに確保しています。ワクチン接種を全力挙げて取り組んでいきたいというふうに思っています。まさにワクチン接種こそが切り札だというふうに思っております。現在、全国の自治体や、さらには医療関係者の皆さんの大変なご努力によって、ワクチン接種が順調に進んでいます。昨日は100万回を超えてきました。まさに一定の方向を示すと、日本の国民の皆さんの能力の高さ、こうしたものを私自身今、誇りに感じております。昨日までで合計約2000万回であり、に近くなっています。重症化しやすい高齢者の皆さんは、7月中には接種完了する1700を超える日本の市町村の中で、98% が7月いっぱいで超えられる、そうした報告を受けております。そして、重症化しやすい高齢者の皆さんは、7月いっぱいで
終えるという方が大部分ですけれども、現場の逼迫というのは、そうしたことによって大幅に改善をされると思います。また、この21日からは、職場や大学で産業医の皆さんを中心に、集団接種が始まります。少なくとも今月末には、4000万回は超えることができるというふうに思っています。そしてまた、そうした体制を維持することによって、今年の10月から11月にかけては、必要な国民、希望する方すべてを終える、そうしたことも実現したいというふうに思います。いずれにしろ、感染対策というのは、このワクチンが出てから大きく変わったというふうに思ってますので、私自身、陣頭に立って、ワクチン接種に全力を挙げて取り組んで、この感染拡大を食い止めていきたい、このように思います。枝野代表。ワクチン接種は大変重要ですし、政府を挙げて頑張っておられることについては、ぜひさらに進めていただきたいというふうに思います。ただ、世界中すべてですね、この感染対応、うまくいかなかったわけではありません。予算委員会などでも何度か申し上げてきましたが、ニュージーランド、オーストラリア、そして台湾、台湾は最近になって一度、外から来られた方がたった一人、ルール違反があったということで、100人規模の感染を生じさせましたが、一月ほどでしっかりと抑え込んでいます。こうした成功している国もあります。そして今、政府が進めておられるワクチン対策が、もし想定通り進んでいったとしても、いわゆる集団免疫ができる状況というのは、やはり秋になっていかざるを得ない。そうすると、例えば今出ている緊急事態宣言、どこかで解除する、このあと申し上げる、もしオリンピックを強行するということであればですね、やはり第5波というものに備えなければならない、それを防がなければならない、第5波で命を落とす人、あるいはそれによって緊急事態宣言などが出されてですね、ご商売が成り立たなくなる方、生活が成り立たなくなる方、そうしたことをしっかりと考えながら、どう手を打っていくのかということが求められていると思っています。一度、東京で50人レベルぐらいまで落とせばですね、1年前と比べれば、保健所などの感染ルートを追いかける PCR 検査などの能力も非常に高まっていますので、ニュージーランドやオーストラリアのようにですね、感染ルートをすぐに把握をして、非常に狭いエリアで短期間の封じ込めで感染を抑え込むということは十分に可能だというふうに私は思っています。それではオリンピックに関連してお尋ねしたいと思います。総理は月曜日の参議院決算委員会で、国民の命と健康を守るのは自分の責任で、それがオリンピック開催の前提条件である、その前提が崩れたら行わないとおっしゃられました。大変勇気ある、しかし当然のご発言だというふうに思います。国民の命と健康という観点から、私は最大のリスクは、開催を契機として国内で感染拡大を招くということだと思っています。総理の言う国民の命と健康を守るとおっしゃるのは、大会参加者などによる直接的な感染拡大だけではなくて、当然のことながら、開催を契機として国内で感染が広まる、それが国民の命と健康を脅かすような事態は招かないと、こういうことも含むという意味でよろしいですね、確認させてください。菅総理大臣。私、枝野代表から、ゼロコロナというのを何回か聞いたことがあります。ゼロコロナ戦略というのは、要は無症状の方も含めて検査を実施して、感染者を徹底してお探すということになるわけでありますけど、御党では特措法の私権制限強化にこれ、非常に慎重な立場でした。国民の皆さんにどうやって検査をしてもらうか、強制的な検査を受けてもらうのか。ここは一回ぜひ私も伺ってみたいというふうに思ってました。また、欧米諸国では検査を徹底しても、感染拡大は止まらなかった、強制的に検査を行うことができない中でどうされるのか、そして同時に、何回となくオーストラリア、ニュージーランド、台湾、こうしたことを例に出されますけれども、この3国というのは、罰金や懲役による強い私権制限を行っているところです。そして
オーストラリア、またこうした国、特にオーストラリアについては人口密度も非常に少なく、日本の100分の1であります。そうした中と、私、そうしたその強い私権宣言のできるところと比較することはいかがなものかなというふうに思います。それと私自身、オリンピックについても私の考え方をぜひ説明をさせていただきたいと思います。東京大会は感染対策、水際対策、これ徹底して安全安心なものにしなきゃならないと思います。海外から来る選手をはじめ、大会関係者、これ当初は18万人と言われたんですけど、半分以下に絞ります。それをさらに縮小する方向で今検討しています。また選手など8割以上はワクチンを接種をして参加するということを報告を受けています。入国前に2回、入国時に1回、そしてその後に3回、徹底して検査をし、選手については期間中も毎日行う、その予定であります。また海外メディアなどは、組織委員会が管理するホテルにこれ、集約をします。日本国民と接触することがないように、GPS を使って行動管理をし、検査もこれ、しっかり行います。また事前に計画書を出させますから、登録をさせて、違反した場合は強制退去させます。この5月だけでも4回、テスト大会というのをやってます。感染対策を含めて、いろんな準備をして、一つ一つこうした対応を行っております。まさに安全安心の大会にしたいというふうに思います。それとよく私にこれ、オリンピックについて聞かれるわけですけれども、実は私自身、57年前の東京オリンピック大会、高校生でしたけれども、いまだに鮮明に記憶しています。それは、例を挙げますと、例えば、東洋の魔女と言われたバレーの選手、回転レシーブというのがありました。ボールに食いつくようにボールを拾って、得点を挙げておりました。非常に印象に残っています。また、底知れない人間の能力というものを感じました。あのマラソンのアベベ選手も非常に影響に残っています。そして何よりも私自身記憶に残ってますのはオランダのヘーシンク選手です。日本柔道が国際社会の中で大会で初めて負けた試合でしたけれども、悔しかったですけれども、その後の対応、すごく印象に残っています。興奮したオランダの役員の人たちが、ヘーシンクに抱きついてくるのを、制して、敗者である神永選手に対して敬意を払った、あの瞬間というのは、私はずっと忘れることができなかったんです。そうしたことを子どもたちにも、やはり、見てほしい。さらに当時パラリンピックが初めてパラリンピックと名前をつけて行った大会です。パラリンピック障害者の皆さんにはまさに障害者スポーツに光が当たったのがあの日本の大会であります。そしてこのことを契機に障害者の皆さんが社会進出を試みたい、まさに共生社会を実現するための一つの大きな契機になったという思います。こうした素晴らしい大会を、ぜひ今の子どもや若者、見て希望や勇気を与えもら伝えたい、さらに心のバリアフリー、こうしたものもしっかり私は大きな学習にもなるのではないかなというふうに思います。そしてこうした様子をテレビで40億の人が見るということが言われています。東日本大震災から復興した、そうした姿というものをぜひ見てほしいというふうに思います。世界が新型コロナという
大きな困難に立ち向かい、世界が団結してこれを乗り越えることができた、そうしたこともやはり世界に日本から発信をしたい、そうした思いであります。そして先ほど感染の話をされました。このことについてはまさにこの IOC、IPC、そして組織委員会、東京都、国との中で、その国内基準の中であった形で方向性を6月中に決める、そういう方向になっています。そういう中でそうしたことは十分配慮される、このように思います。枝野代表。2年ぶりの党首討論ということで、多くの国民の皆さんが、特に感染症から、そしてオリンピック開催して、命と暮らしを守れるのかどうか注目されています。総理の講談のお話は、ここにはふさわしくないお話だったんではないかと言わざるを得ません。私たちは、例えば検査の対象は、私は場合によっては政令でも拡大できる話だと思いますし、じゃあ 100% しないと、ニュージーランドやオーストラリアのようなことができないのかと。言うと必ずしもそうではありません。徹底して1人の感染者の周辺を検査するということ自体アプローチしてこなかったというのは間違いありません。それからよく私権制限の話をされるんですが、私たちは別に私権制限に否定的ではありません。ただきちっとした保証がなければ、それは私権制限されて首を吊らなければならない、そんな状況に国民を追い込んではいけない、だから保証とセットではなければならない、私たちはずっと言い続けています。もう一点だけ申し上げます。確かにロックダウンをした、そういう国、ロックダウンの効果あったけれども、でもリバウンドしている、リバウンドしている国とニュージーランドやオーストラリア、台湾との違いは、どこまで我慢したかなんです。やっぱり早く解除したら、どんなに強い抑制をしても、リバウンドは生じている。そして日本はですね、他国のような強い強制措置を持っていなくても、例えば緊急事態宣言などを出したことによって、感染がどれぐらいのスピードで減っていっているのかというのは、この1年、他国と比べてみても、強いロックダウン措置を取った国と比べて、決して見劣りしないスピードで落ちてきています。つまりそれだけ国民の皆さんは協力をしてくださっているんです。そうした国民の皆さんの努力をリバウンドによって、すぐにまた緊急事態宣言を出すということによって、無にしてはいけないということを私は申し上げているんです。そして私の尋ねにはなかなか正面から答えていただけませんでしたが、私はオリンピックに関連して、なんとか選手やコーチの皆さんについては、頑張られるんだと思います。ただ例えばですね、これオリンピックがもし開催されて、世界中から東京に人が集まる、日本中から人が集まる、そして夜遅くまでテレビで生中継されている、そういう状況の時に、例えば感染が広がって不要不急の外出を抑えてください、夜は飲食店やめてください、あるいは営業中もう休業してください、こうしたことをお願いできますか。そしてお願いしたとしても説得力ありますか。残念ながらもしリバウンドの兆候が見えても、強い措置を取ってもなかなか国民の皆さん理解が得られないという状況が、前後合わせると2ヶ月続くんです。夏休みとも重なります。東京で約半年にわたって事実上ずっとみんな我慢をしてきた、どこかで解除したら緩みは必ず出ます。それによって急激な第5波でまた医療逼迫、それがオリンピックや、あれは特に後半にあるパラリンピックに重なったらどうなんだ、そういうことを考えたら、私は前回の東京オリンピックは私の生まれた年です。だから私は見た経験はありません。でも生まれた時から、子供の頃からオリンピックの年の生まれだね言われてきたし、言ってもきたし、それなりに思い入れがあるつもりですし、選手の努力を考えたら私もぜひ開催したいと思います。でも今日の総理のお答えを聞いたのでは、今のようなリスクも含めて本当に命と暮らしを守れるのか、命を失われたら取り返しがつかないんです。失われた命には政治は責任取れないんです。そのことについてのご認識が十分ではないのではないかと、残念ながら言わざるを得ません。補正予算についてお尋ねしたいと思います。現在の予算は、12月に編成されて、この半年間の状況は想定されていません。政府の現在の事業支援や生活支援は、対象の限定された支援策が継ぎはぎされたパッチワークのようになっています。それぞれの支援策に、さまざま複雑な条件が付され、手続きに大変な手間と時間がかかっています。この継ぎはぎの隙間から必要な支援がこぼれ落ち、届いていない方がたくさんいらっしゃいます。
私は本来であれば、事業支援、生活支援、そして医療支援、それぞれごとに、もっと包括的な、網羅的な支援策の枠組みを作って、パッチワークではなくて、抜本的な組み替えをしてですね、簡易な手続きで困窮されている方のところに支援が届くような、そういったものに強化をしなければならないと思っています。ただ、そういった抜本的な措置をするには時間がかかります。まずは、私たちは繰り返し、持続化給付金の再給付、約8兆円かかります。雇用調整助成金の特例延長、生活困窮者に対する特別給付金、医療機関や医療従事者に対する追加支援、こうしたことを具体的に提案をしてきています。政府・与党は補正を組まず、また秋まで国会を閉じると伝えられています。これでは、どんなに早くても補正を組んで、それが困っている方に届くのは年末になります。残りの予備費だけで、事業の継続や国民の生活、特にパッチワークからこぼれ落ちていらっしゃる皆さんたちを支えることは到底私は不可能だと思います。30兆円規模の補正予算を速やかに編成させるべきだというふうに考えます。総理、お尋ねは、今、支援の手からこぼれ落ちている、その継ぎはぎの隙間から落ちて、支援が届かない皆さんに対するメッセージをこの場で届けてください。菅総理大臣。まず、補正予算についてお話であります。新型コロナの影響が長引く中で、我が国の失業率は先進国で最も低い状況です。倒産件数も低い水準にあります。しかしながら、飲食や宿泊、こうした事業、非正規の雇用者、多くの方々が引き続き極めて厳しい状況にあることは認識をしております。まずこうした影響を受けておられる方をしっかり支援することが大事だというふうに思います。国民の皆さんの雇用と事業を守る、このことが私どもにとっても極めて大事なことだというふうに思っています。その中で、多くの事業者にとっての資金繰り、無担保無利子のこの資金の支援や、ご承知のように雇用調整助成金、これも延長しました。これによって人件費の支援、また飲食店の協力金に加えて、医療機関への支援などを行っています。こうした支援をしっかり行っていく、これと同時に昨年の暮れに、経済全体を支えようしている、そのために74兆円の経済対策を発表をし、策定をいたしました。第3次補正予算もご協力いただいて、今国会で成立をさせました。この補正予算や新型コロナの予備費、こうしたことを含めて、実は今年度への繰り越している金額がおよそ30兆円あります。これを執行して、まずは全力で支援をしていきたい、このように思います。さらに今年度の新型コロナの予備費も4兆円あります。今後も必要に応じて、こうしたものを活用してですね、対策を講じていきたいと思います。一日も早く感染を収束させるのが、これが最大の景気対策だと思っています。感染対策、ワクチン接種のこの二正面の作戦をしっかり行っていきたいというふうに思います。まあ、そうした中で、我が国の実質 GDP について、OECD では、年内に新型コロナ前の水準を回復する見通しだと、つい先般発表されています。今後も景気の動向に最大限の注意を払い、必要な対策は臆せず、しっかり行っていきたい、このように思います。枝野代表。今、総理がおっしゃられたような支援策が、現実に届いてない方からの悲鳴が総理のところには届いてないんですか。もうこの1年、そうした声、本当にいろんなところから届いていますよ。我々も気づいてない声がたくさんあって、我々もまだまだ現場を知らないと反省する日々です。残念ながら、そうした皆さんに対するメッセージになっていませんでした。補正予算を国会でちゃんと議論していくことを加えて、
今後、感染症対策のため、新たな立法が緊急に必要になる場合も想定されます。1月の特別措置法改正のときのように、我々は必要があれば全面的に協力する用意があります。でも、国会が閉じていたら協力のしようがありません。今日も明確なお答えいただけなかった緊急事態宣言の解除、オリンピック・パラリンピックの対応、さらにはワクチン接種、さらに本当に計画通りいくのかどうかなど、日々変化していく事態に、国会における国民に開かれた議論の必要性は高まっています。加えて、与野党間で内容的には合意されている、いわゆる LGBT 法案もあります。オリンピック憲章にかなうためにも、今国会中の成立が求められています。多くの皆さんが期待されています。国会の閉会を言い訳に先送りするべきではないと、私は強く思います。総理、まさに国会閉じるというのは政治空白ですよ。国会を大幅延長して、その国会の機能を十分に発揮させ、国会を挙げて新型コロナウイルス感染症という国家の危機に立ち向かいましょうよ。私たちは協力できるところを協力してきているつもりですし、これからますますいたします。これは国会としても使命だと思います。国会延長を決断できるのは最大与党の党首である総理だけです。延長して、国会として国民の期待に応えようじゃありませんか。いかがですか。菅総理大臣。国会のことは従来通り今国会で決めていただきたいというふうに思います。まあ、そういう中で今残っている法案、国会に提出した法案をぜひ会期内に成立をさせる、それが政府の今の立場であります。枝野代表。私は東日本大震災と原発事故のあった2011年の通常国会、菅総理の下で70日間という長期延長をして、野党・自民党の意見も伺いながら対応に当たりました、大変貴重なご意見をさまざまいただきながら進めることができました。仮に解散・総選挙をしてもですね、1ヶ月半ほどで国会は開きます。でも今、国会を閉じて、高官言われているように、パラリンピック後まで国会を開かないということは、その2倍以上の政治空白を作ることなんだということを申し上げておきたいというふうに思っています。最後に申し上げたいと思います。私は昨年3月4日の与野党党首会談の際に、当時の安倍総理に提案して以来、国会論戦などを通じて繰り返し、行政の司令塔を明確にするよう要請してきました。残念ながら今なお、厚労大臣と西村担当大臣、さらにはワクチン担当大臣まで加わって、官房長官を含めて司令塔がますますはっきりしない状況です。生活支援や事業支援も各省バラバラで、リーダーシップや総合調整機能が発揮されない、その結果として GoTo キャンペーンのように、趣旨は分かりますが、感染状況とずれた対応策が取られたり、先ほど申したとおり、継ぎはぎだらけで、隙間からこぼれ落ちてしまっている人たちがたくさんいる不十分で、使い勝手の悪い支援策、さまざまな弊害をもたらして、感染症対策を迷走させてきた原因は、その一つはここにあると思っています。私は東日本大震災と原発事故の教訓も踏まえ、総理大臣、官房長官、厚生労働大臣、このラインを明確にすること、省庁にまたがる問題は、官房長官と内閣官房こそが、本来その調整の権限も能力を持っているんです。ここが責任を持って迅速に総合調整できる強力な司令塔を構築します。各省や自治体が最大限の力を発揮できるよう、ミッションを明確にするとともに、政府からの主要な発信を総理と官房長官に集約して、あっちの大臣とこっちの大臣と同じ日に違うことを言ってて何なんだと、何度も我々そういうことを経験しました。そういうことを最小限に抑えます。より多様な声が反映されるように、専門家会議を整理再編して、その役割、権限を明確にします。何よりも、まず専門家会議の結論、議論を伺った上で方針を立てる。基本的な方針が固まってから専門家会議にご意見を伺うとは順序が逆だと私は思います。そこを転換します。このように私には危機を乗り切るために、そして命と暮らしを守るために、機能する行政を取り戻す、そのためのビジョンと準備があります。今、日本は戦後最大の危機にあります。今日の討論でも残念ながら、総理に、私やおそらくテレビを見ている多くの皆さん方、ああ、これなら安心だと、
オリンピックも大丈夫だろう、これなら秋以降、安心して暮らせる、次のリバウンドはない、そうしたメッセージにはなってなかったと受け止めざるを得ません。そもそも危機感や責任感を感じられなかったのは大変残念であります。命と暮らしを守り、危機を乗り切るために、機能する政府を取り戻すためには、政権を変えるしかないと改めて確信をいたしました。その準備をさらに整えて、一日も早く命と暮らしを守る、機能する政府を取り戻すことができるよう、さらに努力する決意であることを申し上げ、討論を終わります。ありがとうございました。以上で枝野幸男君の発言は終了いたしました。次に